上沢寺のお初期町。2019年7月17日撮影。上沢寺のお初期町は、山梨県南駒郡美野部町下山にある国の天然記念物に指定されたお初期町である。国の天然記念物に指定されたお初期町は、日本全国に7本あるが、そのうち3本がここ美野部町町内にあり、本樹はそのうちの1本である。 上沢寺境内に生育する、このお初期遺町は、樹齢750年と言われ、日蓮諸縁の伝説が残されており、別名を、逆さ町、または、毒消し遺町とも呼ばれる。古くから霊樹として、大切に保護されてきたが、2018年9月に、来襲した、台風24号の強風により根元付近から折れて、倒伏した。寺の神木として、 長年にわたりこの遺腸を守り続けてきた上沢寺は、倒れたお初き遺腸を境内に横たえて、経過を見守ったところ、倒伏した翌年の2019年5月、横たわった状態の幹や枝から、再び新芽が出始め、その後複数のおよつきの実が結実したことが確認された。樹齢750年の老木の蘇生復活に、上沢寺関係者をはじめ地元の人々は、 期待を寄せている。山梨の居住名木百選の一つ。上沢寺のお初期委長交付し、上沢寺のお初期委長の置上沢寺のお初期委長は、山梨県南駒郡美信町下山の上沢寺境内に生育している。下山地区一帯は、天然記念物に指定されたお初期委長が多く、上福寺のお初期委長、長谷寺のお初期委長の二県が、 地元美濃部町指定天然記念物、本国寺のお初木町、八木沢のお初木町、並びに、本港で開設する上沢寺のお初木町の3県が、国指定の天然記念物であり、同一種の天然記念物が、極めて狭い範囲に生育している。美濃部町のホームページによれば、東北以前の上沢、寺のお初木町の大きさは、 根元の周囲7.57メートル、目通り間位6.6メートル、樹高23.0メートルという巨木であり、神沢寺本堂、栗の北東側に生育していた。日蓮聖人像、神沢寺のお初木町には、日蓮の身代わりとなった犬の伝説が残されている。伝承によれば、文永11年、日蓮が身延山へ入山する際に、神沢寺へたちより、 当時の上沢寺住職の宝器アジャリと小室山妙法寺住寺であった恵美町の二人を相手に法論を行った。法論に敗れた宝器アジャリと恵まいただきは日蓮を恨み、密かに毒を入れた萩餅を献上し暗殺を図ったが、その時現れた白い犬がこの餅を欲しがる素振りぶりを見せたため日蓮がこの餅を与えると犬は苦悶しその場に倒れて死んでしまった。 これを見た日蓮は、自ら横島に降る雨荒らじ風こそ、夜半の窓をうつらめと歌い、人は、生まれながら、尊い命と、実直な心を持っている。だからこそ、欲に惑わされ、罪を犯しても、心を入れ替え、欲という嵐を払いのければ、誰でもふっつに近づくことができると悟した。一蓮の経過を目の当たりにした、後期アジャリとメグマいただきは、 日蓮の遺徳を悟り心服し、それまでの邪神を懺悔謝罪して、許しを乞い日蓮の弟子となり、放棄あジャリはなお日受け、恵町は秘伝と改名し、それまで新言宗であった上沢サと妙富を法事は日蓮宗に改修した。日蓮は、毒消しの悲妙夫を白い犬に与えて生き返らせ、その後、犬の寿命が尽きると日受けは日蓮の身代わりとなった。 この犬を上沢寺の境内に使おう建て手厚く葬り、犬を哀れんだ日蓮も愛用の胃腸の杖を使に立て墓標の代わりにした。やがてその杖が発芽して根を張り、大樹になり、上沢寺のおはつき胃蝶になったという。この伝説は、美信山周辺に多く残された、日蓮の伝説の中でも最もよく知られたものである。国道52号線上に設置された、逆さ銀南の看板。 2019年7月17日撮影。おは初期蝶とは、葉の表面や小枝の先端部に実が結実するイチョウの変種で、日本国内では20本ほど確認されているが、この上沢寺のおは初期蝶は、植物学者の白井光太郎によって、イチョウに波状種子が発生する事実が、明治24年7月に、初めて学会に報告された個体であり、昭和4年4月2日に、 国の天然記念物に指定された。イチョウは私有一種であるが上沢寺のお初イチョウは銀杏のなる目株である。普通のイチョウは芽花が長枝の先端部に2個つくが、お初イチョウは葉の円辺につく。イチョウをョウと書くのは高尊の代にまでならないと結実しないということから、来ており若木の頃は有志の見分けが難しいという。なお、 上沢寺のお初木町のみは、すべてがおようつきになるのではなく、7割が正常並みで3割がおようつきであり、このお初木町のみは犬の牙に似た形をしている。上沢寺のお初木町の勘定部は著しく、北方に屈曲していたが、1931年に発行された山梨県名牧師によれば、これは藤川西岸に位置する上沢寺付近を、 駿河湾から藤川の谷間を抜けて吹き上がる、葉エの影響によるものだという。また枝の多くが、下方向に垂れ下がっている様子から別名を、逆さ一丁と呼ばれ、上沢寺に面した国道52号に設置された道路標識にも、逆さ銀南と単独で表記されている。逆さ一丁の葉や若い実には、消毒効果があると言われ、もう一つの別名として、 毒消し胃腸とも呼ばれている。古くから、上沢寺は、薬棒としての役割を担っており、今日も、延山港と呼ばれる傷薬をはじめ、逆さ遺と漢方薬を調合した、複数種の薬を許可を得て、第三類医薬品として製造販売している。鉄骨と枕木で支えられている。二0十九年七月十七日撮影。倒れたお初き遺鳥に実った銀眼。 2019年7月17日撮影。平成に入り、上沢寺のおはつき町に衰えが目立つようになったため、国宝重要文化財等保全整備事業の一環として2001年から4年間をかけ、枯れ枝剪定、石積み撤去、土壌改良、熱系保護などの受精回復対策が行われた。また、過去数回落雷に見舞われたため、 お初期町の近くに平井針が設置されるなど、手厚い保全保護対策が続けられていたが、2018年9月30日深夜に、山梨県へ来襲した、平成30年台風、第24号の強風により、上沢寺のお初期町は、根元付近から折れて倒伏してしまった。台風の接近した9月30日深夜の23時30分頃、 近隣の住民が木がきしむ音を聞いており、上沢寺住職も同じ頃、地響きのような大きな音を聞いている。台風が過ぎ去った翌朝の10月1日になって、外に出ると、樹齢750年の巨樹は根元から折れた折れていた。当時87歳の住職によれば1959年の伊勢湾台風でも多くの枝が折れたので、ある程度の被害は覚悟していたが、 まさか根元から倒れるとは考えもせず、ショックのあまり言葉が出なかったという。上沢寺では、美濃部長や山梨県、国と相談しながら保護策を進める考えで、美濃部長教育委員会の文化財担当者も保護再生に協力したいと話し、倒れたおはつき町の巨木は撤去せず、倒したままの状態で見守られた。翌年の二0十九年五月末、 倒した状態のおはつき胃蝶の幹や枝から新芽が出始めているのを上沢寺住職が確認し、6月に入ると葉の付近に実がついているのも確認された。国の天然記念物を管理する文化庁文化財第2課によると、早実をつけたのは倒れた胃蝶の根の一部が残っていた影響による可能性があるといい、その一方で、 横倒しになった胃腸を動かすと残存している根を破損してしまう危険性があるため胃腸を元通りに起こすことはできないという胃腸の復活を願い、倒伏した日から1日も欠かさず祈祷を続けてきた住職はご神木が願いに応えてくれたと喜び台風のような災害に遭いながらも懸命に生きる胃腸の姿は参拝者を勇気づける存在であり今後は 横伏の代偉として人々に親しまれるのではないかと話し、樹齢750年の老木の復活劇に地元では大きな期待が寄せられている。ありがとうございます。